坊やたち、夏が来たわよ。サマー。今日の黒帯ワールドは中国武術歴8年の女優リーナさん。中達也先生に伝統空手を習って武道家としても進化中です。今日は久しぶりの登場ですよ。久しぶりでございます。ガビ氏、ガビ氏、武器と友達になる女優。はい、あれなんかめちゃ人気ですよ、リナさん。びっくりしました。再生数ありがとうございます。もう40万回。ねえ。さあこれがバズった動画だ。こういう状態です。刺すんですよ。ガビ氏、武器と友達になる女優。というわけでガビ氏リターンズ。あの武器をもう一度見せてもらいましょう。あっ。暗殺武器なんで、はい、コートの中に仕込んできました。すごい。こういう感じですね。これってでも本物っていうかあれですよね。本物です。ちょっとこれついてるのは、はい、実は練習始めで、はい、よく自分をこうやって刺したりしてたんですよ。こう回した時にグサッとか刺さってた。もう結構いまだに傷が。刺さるとどうなんの？ね、血が出るんですか？それが血出ないの。血出ない？はい、なんか結構パッてやるからブチュって入って、なんだろうな、ゴムにのめり込む感じ、おにゅって感じでスポンって抜けるんですよ。痛いでしょ。あ、痛いと思って見るんだけど血出てなくて、で気づいたらこういうちょっとした傷みたいな、傷跡みたいになる。それってだからこそ友達にならなきゃいけないんです。武器と友達になるというのを分かりやすく説明してもらえませんか？武器を使うコツは、まず武器と友達になること。最初は怪我するかもしれないけど、だんだん自分の中でその距離感とか感覚に慣れてくると、刺さらない速度とか緩急とか、あと向きとか、これだとね、こう持つか伸ばすかっていういろんな向きがあるので、その向きを体で覚えたら上達が早いんじゃないかな、そして楽しいなって思います。だからもう家にいる時とか考え事しながら、慣れるまではこうやってもう全然ポーズとか取るじゃなくて、はい、ただただこうやって回したりとかして家で過ごしてます。例えばでもリーナさんはやはりこう役者さんでもあるわけなので、はい、敵がババって接近してきたらそのガビ氏でどう構えるかっていうのをやってみてもらえますか？僕が接近しますので。はい、回ってねえじゃねえか。姉ちゃんよ。すいません。なんだそりゃ。許して。お、許しちゃうかな。はい。これ攻めると。あ、そうなんですね。どうしたんだい？ガビ氏、習いたいかい？いや本当楽しいんです、ガビ氏。すごいですね。本当にみんなにこれ日本で買えるかなとか、はい、どこで買うんですかってよくコメントあるんですけど、はい、今って多分これは中国です。お、なるほど。はい、師匠が、はい、そういう武器屋さん、武器屋さんって言ったね、なんだ武器屋さん武器屋さん、中国武術用の武器屋さんから買ったものを、先生の下で、先生から買い取ったものです。はい。これガビ氏って中国語では何て言うんですか？峨眉刺。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 全然違う。Repeat after me みたいな感じ。やっぱ違うんだ。自分的に、はい、なんか違いますね。うじゃなくて、はい、ゲロ吐くみたいな感じ。峨眉刺。そうです。マジ？はい。峨眉刺。はあ、英語わかんないんですよね。ああ、ですね。でも基本多分中国武術でしたら中国武術ウシューっていうんですけど、ウシューはたまにアメリカで中国武術習ってる方が、はい、今の師匠の道場に遊びにっていうか練習しに来るんですけど、はい、結構中国語で覚えてらっしゃいました。ウシューとか、はい、例えばですけど、はい、長剣、長い拳が一番、はい、最初誰もが通ってくる道なんですけど、はいはい、長拳、あと剣術、あ、剣術、はい、剣、あと刀、片方が太いやつ、はい、刀、漢字一緒ですね。まあ、当たり前ですけどめちゃくちゃ発音いいですね映画みたいと思っちゃった。本場です。すげえ。あとじゃあ私がやったことあるものにしましょうか。はい、少し やったのが猿剣、猴拳、八卦掌、はい、八卦掌で、これが峨眉刺。峨眉山っていう山が中国にあるんですよ。はい、峨眉山、はい、それと関係してるのかわからないんですけど、はい、ほぼほぼ名前一緒なんですよね。ちょっと調べてみようかな。你也会武術吗？ちょっと言われたかっただけなんですけどでも今すごい実は中先生に習った立ち方を意識しました。あ、そうなんですね。はい、上から引っ張られる、ここをこう上に引っ張られるのと、はい、三角形の定義、はい、あとここから下げてここに集める感じで。なるほど、はい、さすが。ちょっと取り入れてみました。ハリウッドで大活躍する予定ですから、はい、もう目指して今めちゃめちゃ頑張ってます。ここでハリウッドを目指すリーナさんの演技力をチェック。最近は何かお仕事はなんか告知というか。最近は、7月の頭から中旬まで、舞台でナポリの男たちっていうのをやります。はい、でその中でどういう役をやるか実はまだオープンにされていないので秘密ですけど、かなり私がやりたいこと、やってみたかったことが全部ギュッと詰まってて、で初めてボイトレとかも受けたりとか、いろいろと盛りだくさんでやってます。ナポリの男たち、クロビワールドのみんな、リーナさんの舞台を絶対に見るんだ。ありがとうシシ。クロビワールドのファンに向けてメッセージをお願いします。このクロービワールドでいろいろ私も挑戦して新しいこととかやっていきたいので、皆さん私にやってもらいたいこととか見てみたいことあったらぜひともコメント欄で教えてください。よろしくお願いします。次回はリーナさんが態度を習うシリーズ。教えてくれるのはもちろん中野哲司先生。お楽しみに。Everyone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー。もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。